パチンコが4543坪、まあ およそそのぐらいですね。結構これが2002年とかのデータなので少しは変わってるかもしれませんけど、日本の半分もないんですね。でそれに対して国土っていうのはここには書いてないんですけれども、出てないんですけれども、さっきも言ったように、ヨーロッパの中で一番広いんですね。一見見てみると、あ、フランスが一番大きいかな、スペインが一番大きいかなと思いますけど、数字で見ると実はウクライナなんですね。最近はちょっと国土は若干小さくなりましたが、ある部分が切られてしまいました。で、まあそれも、はい、別の話として、地理って言いますと、まあ、あえてこういうちょっと山とか平らとかも出てる地図にもしてみたんですけれども、まあ、見ての通りこう西と東は大きく色が違って、東の方にはもうほとんど山という山もないし、もう本当に走ってていつまでも真っ平らで、もうどこまでもこう広い土地が広がってて、でそれに対して西の方はカルパチア山脈という山があって、でスキーもできます。割とポーランドとの国境の付近にすごいリゾート地っていうか、そういうスキーリゾートがたくさんあって、私も十何年前に一度ポーランドのクラコフからちょっとそこいろいろ遊んだりして、バスでリビフの方に入ったことがあって、やはりもうスキーに来た人がばっかりだったんで、お正月ぐらいだったんですけれども、そういうところも、はい、あります。で真ん中あたりに大きくドニエプル川、またはドニプロ川が流れてて、その他にもいくつかの大きな川がありまして、で南に黒海とアゾフ海、2つの海がありますが、このアゾフ海というのも本当にもう我が家のプールのように小さい頃よく行ってましたので、毎年夏になると海水浴に、で非常に浅いので、ね、今はちょっと分からないんですけども、私の小さい時は深くても14メートルとかそのぐらいしかなかったので、もうどこまでも子供が遊べる、安全に遊べて、でもう本当にそういうこう波、大きな波っていう波ももちろん立たないし、こんなに内陸なので、でまあ魚も少しはありまとれますけども、本当にとにかく海水浴のできる素敵なところで、で沿岸沿いにたくさんの昔はピオニエルキャンプと呼ばれてた、まあ、子どもたちのちょっとそういう合宿場のような夏のサマーキャンプのようなところがたくさんあって、そういうところに、ある年は3ヶ月丸々3ヶ月行ったことがあります。もう真っ黒でした。やっぱり日焼けっていうよりはもう日焼けを超えて本当に真っ黒に焼けてて、でなんといっても小中高学校の夏休みが長いので、もう実はもう始まったんですよ、夏休みが。一応に、5月25日、その修了式というか修了式というかというふうになっているので、それからちょっと高学年の子どもたちが試験があったりはしますが、もうそれでも6月に入るともう特に何もあれがないので、6、7、8、丸々3ヶ月お休みなんで、もう親も困って困って子どもをどうすればいいかわからないので、やっぱりそういう子どもを預けて2、3週間、まあ、昔はもうそうですね、やっぱり、まあ、長くてやっぱり1ヶ月こう預けるキャンプって言っても立派な施設です。そんなテントを張るようなキャンプではなく、本当に立派な施設があって、そこで子どもたちが、まあ、夏休みを過ごしたりするっていうのは今も変わらないことなんです。昔もよくありました。それでそうです、そのアゾフ海付近はとてもそういった遊ぶところが充実してます。で、そのさらに南の方には
かがありまして、でそこまで行くとまだ、まあ、またあのまたちょっと、アゾフ海とは違うところがありまして、やっぱりもうちょっと大人が行くようなところ、大人がゆっくり遊ぶ、ゆっくり過ごすところもたくさんありまして、で、まあ、今ちょっといろいろと問題となっているクリミア半島ももちろん昔から有名なリゾート地で、ウクライナ人に限らずその、まあ、旧ソ連の国々からたくさんの観光客が来るところだったんですが、まあ、今年はどうかしらっていうのはちょっと心配があります。